何かに取り憑かれたり狙われたり付きまとわれたりしたら、マジでシャレにならんことを最初に言っておく。もう一つ俺の経験から言わせてもらうと、一度や二度のお払いをすればなんとかなるってことはまずない。長い時間かけてゆっくり蝕まれるからね、払えないってことの方が多いみたいだな。俺の場合はだいたい2年半くらい、一応、断っておくと五体満足だし人並みに生活できてる。ただ、残念ながら終わったかどうかって点は定かじゃない。まずは始まりから書くことにする。当時俺は23歳。社会人1年目ってことで新しい生活を過ごすのに精一杯な頃だな。会社が小さかったから当然同期も少ない。必然的に仲が良くなる。その同期に東北地方出身の〇〇ってやつがいて、こいつがまたいろんなことを知ってたり明けに知り合いが多かったりしたわけ。で、よくこれをしたらバツバツになるとか三角三角が来るとかって話あるじゃない？あれ系の話はほとんどガセだと思うんだけど、いくつかは本当にそうなってもおかしくないのがあるらしいのよ。そいつが言うには何か条件がいくつかあって、たまたま揃っちゃうと起きるんじゃないかって。俺の時は、まあ悪ふざけが原因だろうな。当時は車を買ってすぐだったし、一人暮らし始めて間もないし、何よりバイトとは比べ物にならない給料が入るんで週末は遊びほうけてた。8月の頭に、なんとして仲良くなった子たちと丸々、そして俺の計4人でいわゆる心霊スポットなる場所に肝試しに行ったわけさ。その場は確かに怖かったし、寒気もしたし何かいるような気がしたりとかあったけども、特に何も起こらず、まあスリルを満喫して帰ったわけだ。3日後だった。当時の会社は上司が帰るまで新人は帰れないって暗黙のルールがあって、毎日遅くなってた。疲れて家に帰ってきて、ほんと今思い出しても理解できないのだが、部屋の入り口にある姿見の前で、してはいけないこと、をやったんだ。試そうとか考えたわけではなく、ふと思いついただけだったと思う。少し細かな説明をする。当時の俺の部屋は駅から徒歩15分、8畳ワンルーム。玄関から入ると細い廊下がありその先に8畳分の部屋がある。姿見は部屋の入り口、つまり廊下と部屋の境目に置いていた。俺が〇〇から聞いていたのは、鏡の前で三角をしたまま右を見ると四角が来るとかいう話だった。体勢的にちょっとお辞儀をしているような格好になる。来るわけねえよな、なんてつぶやきながら、お辞儀のまま右向いた時だった。部屋の真ん中あたりに何かいた。見た目は明らかに異常。多分160センチくらいだったと思う。髪はバッサバサで腰まであって、すだれみたいに顔にかかってた。つうか顔にはお札みたいなのが何枚も貼ってあって見えなかった。なんて呼ぶのかわからないけど、亡くなった人に着せる白い和服を着て、小さい振り幅で左右に揺れてた。俺はというと、固まった。声も出なかったし一切体は動かなかったけど、頭の中ではものすごい回転数で起きていることを理解しようとしてたと思う。想像してほしい。狭いワンルームに、音もない部屋の真ん中あたりに何かいるって状態を、頭の中では原因は分かりきっているのに起きてる事象を理解できないって混乱が渦を巻いてる。とにかく異常だぞ、明かりをつけてたけど、逆にそれが怖いんだ。いきなり出てきたそいつが見えるから、そいつの周りだけ青みがかって見えた。時間が止まったと錯覚するくらい静かだったな。とりあえず俺が出した結論は、部屋から出る、だった。足元にあるカバンを、なぜかゆっくりと、慎重に手に取った。そいつからは目が離せなかった。目を離したらやばいと思った。後ずさりしながら廊下の半分、普通に歩いたら散歩くらいなのに、かなり時間がかかった。を過ぎたあたりでそいつが、体を左右に振る動きが少しずつ大きくなり始めた。と同時に何かうめき声みたいなのを出し始めた。そこから先は、実はあんまり覚えてない。気がつくと駅前のコンビニに入ってた。とにもかくにも、人のいるコンビニについて安心した。ただ頭の中は相変わらず混乱してて、なんだよあれ。って怒りにも似た気持ちと、鍵閉め忘れた。って変なとこだけ冷静な自分がいた。結局その日は部屋に戻る勇気はなくて一晩中ファミレスで朝を待った。空が白み始めた頃、恐る恐る部屋のドアを開けた。よかった。消えてた。部屋に入る前に、もっかい外に出て缶コーヒーを飲みながら一服した。実は何もいなかったんじゃないかって思い始めてた。本当にあんなんありえないしね。明るくなったってのと、もういないってので少し余裕できたんだろうね。さっきよりはやや大胆に部屋に入った。よし、いない？なんて思いながら、カーテンが閉まってるせいで薄暗い部屋の電気をつけた。昨晩の出来事を裏付ける光景が目に入ってきた。昨日、あいつがいたあたりの床にものすごく匂いを放つ泥、多分ヘドロだと思う、が、それも足跡ってレベルを超えたようで残ってた。起きたことを事実と再認識するまで、時間はかからなかった。
はっと気づいてますますパニックになったんだけど。俺、電気消してねえよ。はは、スイッチをした左手見たらこっちにも泥がついてんの。しばらくはどんよりした気持ちから抜けられなかったが、出ちまったもんは仕方ねえなと思えてきた。まあここら辺が俺が AB 型である典型的なとこなんだけど、そんな状態にありながら泥を掃除してシャワー浴びて出社した。匂いが消えなくてかなりムカついたし、こっちはこっちで大問題だが会社を休むことも一大事だったからね。会社に着くと、いつもと変わらない日常が待っていた。俺はなんとか丸々と話す時間を探った。ことの発端に関係する丸々から、なんとか情報を得ようとしたのだ。昼休み、やっと捕まえることに成功した。以下俺と丸々の会話の抜粋。俺、前にさ、話してた三角すると四角が来るとかって話あったじゃん。昨日あれやったら来たんだけど、丸々、は？何それ？俺、だから、マジ何か出たんだって、丸々、ああ、はいはい。カウパー出たのね。俺、おま、ふざけんなよ。やっべーのが出たってんだよ。丸々、何言ってんのかわかんねえよ。俺だってわかんねえよ。ダメだ、拉致が開かない。丸々を信用させないと何も進まなかったため、俺は淡々と昨日の出来事を説明した。最初はネタだと思っていた丸々もやっと半信半疑の状態になった。仕事終わり、俺の部屋に来て確かめることになった。夜10時、幸いにも早めに会社を出られた丸々と俺は部屋に着いた。扉を開けた瞬間に今朝嗅いだ悪臭が鼻をついた。閉め切った部屋から熱気とともに、まさしく匂いが襲ってきた。帰りの道でもしつこいくらいの説明を俺から受けていた丸々は、マジ？と一言つぶやいた。信じたようだ。問題は丸々が何かしら解決案を出してくれるかどうかだったが、望むべきではなかった。とりあえず、お祓いに行った方がいいことと知り合いに聞いてみるって言葉を残し奴は逃げるように帰っていった。予想通りとしか言いようがなかったが、奴の顔の広さだけに期待した。臭いとこにいたくない気持ちからその日はカプセルホテルに泊まった。今夜も出たら終わりかもしれないと思ったのが本音。翌日、とりあえず近所の寺に行く。さすがに、会社どころじゃなかった。お坊さんに訳を説明すると、専門じゃないからわからないですね。しばらくゆっくりしてはいかがでしょう。きっと気のせいですよ、なんてのんきな答えが返ってきた。世の中こんなもんだ。その日は都内では有名な寺や神社を何軒か回ったがどこも大して変わらなかった。疲れ果てた俺は、埼玉の実家を頼った。正確には、母方の祖母がお世話になっている S 先生なる二層に相談したかった。つうかその人以外でまともに取り合ってくれそうな人が思い浮かばなかった。ここで S 先生なる人を紹介する。母は長崎県出身で当然祖母も長崎にいる。祖母は、戦争経験からか熱心な仏教徒だ。S 先生はその祖母が週一度通っている自宅兼寺の住職さんだ。俺も何度か会ったことがある。俺は詳しくはないが、宗派の名前は教科書に載ってるくらいだからエセモノの霊能者などとは、比較にならないほどしっかりと仏様に仕えてきた方なのだ。人柄は温厚、落ち着いた優しい話し方をする。俺が中学に上がる頃親父が土地を買い家を建てることになった。地鎮祭とでも言うんだっけ？とにかくその土地をお払いした。その一週間後に長崎の祖母から、土地が良くないから S 先生がお払いに行く、という内容の電話があった。当然、母親的にも、もう終わってるのになんで？ってことでそれを言ったらしい。そしたら祖母から、でも S 先生がまだ残ってるって言うたったい。で、つまり、俺が知る限り唯一頼れる人物である可能性が高いのが S 先生だった。日も暮れてきて、埼玉の実家があるバス停に着いた頃には夜9時を回る少し前だった。都内と違い、工場ばかりの街なので夜9時でも人気は少ない。バス停から実家までの約20分を足早に歩いた。人気のないくらい道に街灯が規則的に並んでいる。内心、一昨日のことがフラッシュバックしてきてかなり怯えてたが、幸いにも奴は現れなかった。が、夜になり涼しくなったからか俺は自分の体の異変に気がついた。どうも首の付け根あたりが熱い、伝わりにくいかと思うが、例えるなら首に紐を巻きつけられて左右にずらされているような感じだ。首に手をやって寒気がした。熱い。首だけ熱い。しかもヒリヒリし始めた。どうも発疹のようなものがあるようだった。歩いてられなくなり、実家まで全力で走った。息を切らせながら実家の玄関を開けると母が電話を切るところだった。そして俺の顔を見るなりこう言ったんだ。ああ、あんた。長崎のおばあちゃんから電話来て心配だって。S 先生があんたが良くないことになってるからこっちおいでって言われたて。あんたなんかしたの？あらやだ。あんた首の周りどうしたの？
答える前に玄関の鏡を見た。奴が来るかもとか考えなかったな。なぜか、首の周り、付け根の部分は縄でも巻かれているかのように見事に赤い線ができていた。近づいてみると、細かな発疹がびっしり浮き上がっていた。さすがに小刻みに体が震えてきた。何も考えずに、母にも一言も返事をせずに階段を駆け上がり、母の部屋の小さな仏像の前で南無阿弥陀仏を繰り返した。そうするほか、何もできなかった。心配して親父が、どうした?と怒鳴りながら走ってきた。母は異常を察知して祖母に電話している。母の声が聞こえた。泣き声だ、逃げ場はないと、恐ろしいことになってしまっているとこの時やっと理解した。実家に帰り、自分が置かれている状況を理解して3日が過ぎた。精神的に参ったからか、それが何かしらあいつが起こしたものなのかはわからなかったが、2日間高熱に悩まされた。首から異常なほど汗をかき、2日目の昼には血が滲み始めた。3日目の朝には首からの血は止まっていた。もともと滲む程度だったしね、熱も微熱くらいまで下がり、少しは落ち着いた。ただ、首の周りに異常な痒さが感じられた。チクチクと痛くて痒い、枕や布団、タオルなどが触れると鋭い、小さな痛みが走る、血が出ていたからかさぶたができて痒いのかと思い、意識して触らないようにした。布団に潜り、夕方まで気にしないように心がけたが、便所に行った時にどうしても気になって鏡を見た。鏡なんて見たくもないのに、どうしても自分に起きてることをこの目で確認しないと気が済まなかった。鏡は見たこともない状況を映していた。首の赤みは完全に引いていた。その代わり、発疹が大きくなっていた。今でも思い出すたびに鳥肌が立つほど気持ち悪いが、あえて細かな描写をさせてほしい。気を悪くしないでくれ。もともと首の周りの線は太さが1センチメートルくらいだった。そこが真っ赤になり、もともとかなり色白な俺の肌との対比で、まさしく赤い紐が巻かれているように見えていた。これが3日前のこと。目の前の鏡に映るその部分には海が溜まっていた。いや、正確じゃないな。正確には、赤い線を作っていた発疹には海が溜まっていて、まるで特大のニキビがひしめき合っているようだった。そのほとんどが海をにじませていて、あまりにおぞましくて気持ちが悪くなりその場で吐いた。真水で首を洗い、軟膏を母から借り、塗り、泣きながら布団に戻った。何も考えられなかった。ただ一つ、なんで俺なんだ、って憤りだけだった。泣き疲れた頃、携帯が鳴った。丸々からだった。こういう時、ほんのわずかでも、希望ってものすごいエネルギーになるぞ。正直、こんなに嬉しい着信はなかった。俺、もしもし、〇〇、おお、大丈夫、俺、いや。大丈夫なわけねえだろ、〇〇、ああ、やっぱやばい、俺、やべえなんてもんじゃねえよ。はあ?つうか何かないんかよ、〇〇、うん、地元の友達に聞いてみたんだけどさ、ちょっとわかるやついなくて。申し訳ない、俺、ああ、で。正直、〇〇なりに色々してくれたとは思うがこの時の俺に、相手を思いやる余裕なんてなかったから、かなり自己中な話し方に聞こえただろう。〇〇、いや、その代わり、友達の知り合いにそういうの強い人がいてさ、紹介してもいいんだけど金かかるって、俺?金とんの?〇〇、うん、みたい?どうする?俺、どんくらい?〇〇、知り合いの話だととりあえず50万くらいらしい。俺、50万。当時の俺からすると働いているとはいえ50万なんて払えるわけない額だった。金が惜しかったが、恐怖と苦しみから解放されるなら、選択肢はなかった。俺、わかった。いつ紹介してくれる?まるまる、その人今群馬にいるらしいんだわ。知り合いに聞いてみるからちょっと待ってて。話が前後するが、俺が仏像の前で南無阿弥陀仏を繰り返していた時、母は祖母に電話をかけていた。祖母からすぐに S 先生に相談が行き、相談というよりも助けてくださいってお願いだったらしいが、最終的には S 先生がいらしてくれることになっていた。ただし、S 先生もご多忙だし何より高齢だ。こっちに来れるのは3週間先に決まった。つまり、3週間は不安と恐怖と、何か起きてもおかしくない状況にいなければならなかった。そんな状況だから、少しでもできるだけのことをしてないと気持ちが落ち着かなかった。〇〇が電話を折り返してきたのは夜11時を過ぎた頃だった。〇〇、待たせて悪いね。知り合いに相談したら連絡入れてくれて、明日行けるって。俺、明日?〇〇、ほら、明日に治療じゃん?そうか、いつの間にか奴を見てから5日も経つのか。不思議と会社のことを忘れてたな。俺、わかった。ありがとう。うちまで来てくれるの?〇〇、家まで行くって。
車で行くらしいから住所メールしといて。俺、お前はどうすんの？来てほしいんだけど、まるまる、ゆくゆく。俺、金、後でも大丈夫かな？まるまる、多分大丈夫じゃね？俺、わかった。近くまで来たら電話して。なんとも段取りの悪い話だが、若造だった俺には仕方のないことだった。その晩、夢を見た。寝てる俺の脇に、白い和服を着た若い女性が正座していた。俺が気づくと、三つ指を突き深々と頭を下げた後部屋から出ていった。部屋から出る前にもう一度深々と頭を下げていた。この夢があいつと関係しているのかはわからなかったが、翌日、昼過ぎに〇〇から連絡が来た。電話で誘導し出迎えた。来たのは〇〇とその友達、そして30代後半くらいだろう男が来た。普通の人だと思えなかったな。チンピラみたいな感じだったし、何の仕事をしてるのか想像もつかなかった。俺がちゃんと説明していなかったから良心がいぶかしんだ。まず間違いなく偽名だと思うが男は林と名乗った。林、D君の話は彼から聞いてましてね。まあ厄介なことになってるんです。今更ですまん。D とは俺、会話中の彼は〇〇だと思って呼んでくれ。父、それで林さんはどういった関係でいらしていただいたんですか？林、いやね、これもう素人さんじゃどうしようもないんですよ。お父さん、いいですか？信じられないかもしれませんがこのままだと T 君、危ないですよ。で、彼が友達の T 君が危ないから助けてほしいって言うんでね、ここまで来たってわけなんですよ。はは、T は危ないんでしょうか？林、いやね、私も結構こういうのは経験してますけどこんなにひどいのは初めてですね。この部屋いっぱいに悪い気が充満してます。父？失礼ですが、林さんのご職業をお聞きしても良いですか？林、ああ、気になりますか？ま、そや急に来てこんな話したら怪しいですもんね。でもね、ちゃんと除霊して、あたりを清めないと、T 君、本当に連れて行かれますよ。はは、あの、林さんにお願いできるでしょうか？林、それはもう、任せていただければ。こういうのは私みたいな専門のものじゃないとダメですからね。ただね、お母さん。こっちとしても危険があるんでね、少しばかりは包んでいただかないと。ね、わかるでしょ？父、いくらあればいいんです？林、そうですね。まあ200はいただかないと。父、えらい高いな。林、これでも彼が友達助けてほしいって言うからわざわざ時間かけてきてるんですよ。いやだって言うならこっちは別に関係ないですからね。でも、たった200万で T 君助かるなら安いもんだと思いますけどね。それに、T 君もお寺に行って相手にされなかったんでしょう？わかる人なんて一握りなんですわ。また、一から探すんですか？俺は黙って聞いてた。さすがに200万って聞いた時は〇〇を見たが、〇〇も罰の悪そうな顔をしていた。結局、父も母もわからないことにそれ以上の意見を言えるはずもなく、しぶしぶ任せることになった。林は早速今夜に除霊をすると言い出した。準備をするといい、一度出かけた。出がけに両親に準備にかかる金をもらっていった。夕方に戻ってくると、ろうそくを立て、お札のような紙を部屋中に貼り、膝元に水晶玉置き数珠を持ち、日本酒だと思うがそれを杯に注いだ。なんとなくそれっぽくなってきた。林、T 君。これからお払いするから。これでもう大丈夫だから、お父さん、お母さん。すみませんが一旦家から出て行ってもらえますかね？もしかしたら霊がそっちに行くこともないわけじゃないですから。両親は不本意ながら、外の車で待機することになった。日も暮れて、辺りが暗くなった頃、お祓いは始まった。林はお経のようなものを唱えながら一定のタイミングで杯に指をつけ、俺にその雫を飛ばした。俺は半信半疑のまま、布団に横たわり目を閉じていた。林からそうするように言われたからだ。お祓いが始まってからだいぶ経った。お経を唱える声が途切れ途切れになり始めた。目を閉じていたから、嫌な雰囲気と少しずつおかしくなってゆくお経だけが俺にわかることだった。最初こそ気づかなかったが首がやけに痛い。かゆさを通り越して、明らかに痛みを感じていた。目を開けまいと、痛みに耐えようと歯を食いしばっているとお経が止まった。しかしおかしい。よくわからないが区切りが悪い終わり方だったし、終わったにしては何も声をかけてこない。何より、首の痛みは一向に引かず、むしろ増しているのだ。寒気も感じるし、何かが布団の上にまたがっているような気がする。目を開けたらいけない。それだけは絶対にしてはいけない。わかってはいたが。開けてしまった。目を開けると、恐ろしい光景が飛び込んできた。林は、布団で寝ている俺の右手側に座りお祓いをしていた。目を開けると、林と向き合うように俺を挟んであいつが正座していた。
膝の上に手を置き、上半身だけを伸ばして林の顔を覗き込んでいる。林の顔とあいつの顔の間には拳一つ分くらいの隙間しかなかった。不思議そうに、顔を斜めにして、フクロウのように小刻みに顔を動かしながら、聞き取れないがボソボソとつぶやきながら林の顔を覗き込んでいた。今思うと林に何かを囁いていたのかもしれない。林は、少しうつむき気味に、目線を下に落としたまままばたきもせず、口はだらしなく開いたままよだれを垂らしていた。少し顔が笑っていたように見えた。時々小さくうなずいていた。俺は、まばたきも忘れ凝視していた。不意にあいつの首が動きを止めた。次の瞬間、顔を俺に向けた。俺は、慌てて目をぎゅっと閉じ、布団をかぶりひたすら南無阿弥陀仏と唱えていた。俺の顔の間近で、あいつがフクロウのように顔を動かしている光景がまぶたに浮かんできた。恐ろしかった。ガタガタと音が聞こえ、階段を駆け下りる音が聞こえた。林が逃げ出したようだ。俺は怖くて怖くて布団に潜り続けていた。両親が来て、電気をつけて布団を剥いだとき、丸まって体が固まった俺がいたそうだ。林は、両親に見向きもせず車に乗り込み、待っていた丸々の友達と共にどこかへ消えていった。後から丸々に聞いた話では、車を出せ、以外は言わなかったらしい。解決するどころか、ますます悪いことになってしまった俺には、3週間先の S 先生を待っている余裕など残っていなかった。あいつを再び目にしてからさらに4日が経った。当たり前かもしれないが首は随分良くなり、まだ跡が残るとはいえ明らかに体力は回復していた。熱も下がり体はもう問題がなかった。ただ、それは身体的な話でしかなくて、朝だろうが夜だろうが関係なく怯えていた。いつどこであいつが姿を現すかと思うと怖くて仕方なかった。眠れない夜が続き、食事もほとんど受け付けられず、常にあたりの気配を気にしていた。たった10日足らずで、俺の顔は随分変わったと思う。精神的に追い詰められていた俺には時間がなかった。当然、まともな社会生活なんて送れるわけもなく、親から連絡を入れてもらい会社を辞めた。これも後から聞いた話でしかないのだが、連絡を入れた時は随分嫌味を言われたらしい。とにかく、何もかもが怖くて洗濯物や家の窓から見える柿の木が揺れただけでも、もしかしたらあいつじゃないかと一人怯えていた。S 先生が来るまでには、まだ2週間余りが残っていた。俺には長すぎた。見かねた両親は、強引に怯える俺を車に押し込みどこかへ向かった。父が何度も、心配するな。大丈夫だ、と声をかけた。車の後部座席で、母は俺の肩を抱き頭を撫でていた。母に頭を撫でられるなんて何年ぶりだったろう。当時の俺にはだが、時間の感覚もなく、車で移動しながら夜を迎えた。20歳も過ぎて恥ずかしい話だが、母に寄り添われ安心したのか、久方ぶりに深い眠りに落ちた。目が覚めるとすでに日は昇っていて、久しぶりに眠れてすっきりした。実際には丸1日半眠っていたらしい。多分、あんなに長く眠るなんてもうないだろうな。外を見ると車は見慣れない景色の中を進んでいた。少しずつ、見覚えのある景色が目に入り始めた。道路の中央に電車が走っている。車は、長崎に着いていた。これには俺もさすがに驚いた。怯え続ける俺を気遣い、飛行機や新幹線は避け車での移動にしてくれたらしい。途中で休憩は何度も入れたらしいが、それでもろくに眠らず車を走らせ続けた父と、俺が怖がらないようにずっと寄り添ってくれた母への恩は、一生かけても返しきれそうもない。祖父母の住むところは長崎の柳川という。柳川に着くと坂道の下に車を止め両親が祖父母を呼びに行った。祖父母の家は坂道から脇に入った石段を登った先にある。その間、俺は車の中に一人きりの状態になった。両親が二人で出て行ったのは足腰の悪い祖母や S 先生の家に持っていく荷物を運ぶのを手伝うためだったのだが、自分で、大丈夫、行ってきて、なんて言ったのは本当に舐めてた証拠だと思う。久しぶりに眠れたことや、今いる場所が東京、埼玉と随分離れた長崎だったことが気を緩めたのかもしれない。車の後部座席に足を丸めて座り、体育座りね。外をぼーっと眺めていると急に首に痛みが走った。今までの痛みと比較にならないほど、言い過ぎかもしれないが激痛が走った。首に手をやると滑りがあった。血が出てた。指先についた血が、嫌おうなしに俺を現実に引き戻した。この時、怖いとか、あいつが近くにいるかもって考える前に、またかよ。って投げやりな気持ちが先に来たな。
もう何か嫌になって泣けてきた。分かってもらえれば嬉しいけど、嫌なことが少しの間置いて続けて起きるのってもうどうしようもないくらい落ち込むんだよね。気持ちの整理がつき始めると嫌なことが起きるってのは辛いよね。この時は少し気が緩んでいたからなおさらで、どうしろっつうんだよ、とか、いい加減にしてくれよ、とか独り言をブツブツ言いながら泣いてた。車に両親が祖父母を連れて戻ってきたんだけど、すぐにパニックになった。何しろ問題の俺が首から血を流しながら後部座席でうなだれて泣いてるからね。何もないわけがないよな。どうした?とか、なんとか言え。とか、もうやだー。とか、D ちゃん、しっかりせんか。とか、どげんしたと。とか、あなたどうしよう。とか、この時は、思わず、てめえらうるせえんだよ。って怒鳴ってしまった。こんな時に説明なんかできるわけねえだろって、てめえらじゃ何もできねえくせに。黙ってろよ、とか思ってたな。勝手に悪いことになって仕事は辞めるわ、騙されそうになるわ。こんな俺みたいなダメな奴のために、走り回ってくれてる人たちなのに。今考えると本当に恥ずかしい。で、人生で一度きりなんだけどさ、親父がいきなり俺の左頬に平手打ちをしてきた。ものすごい痛かったね。親父、めちゃくちゃ厳しくて何度も口喧嘩はしたけど多分生まれてから一回も打たれたことなかったからな。父のポリシーで子供は絶対殴らないってのは昔から耳たこだったしね。で、一言だけ、おじいさんとおばあさんに謝れ。って静かだけど厳しい口調で言ったんだ。それで、なぜか落ち着いた。てかびっくりしすぎてそれまでの絶望感がどっかに行ってしまったよ。冷静さを取り戻して、皆に謝ったら急に腹が据わってきた気がした。走り始めた車の中で励ましてくれる祖父母の言葉に感極まってまた泣いた。自分で思ってるよか全然心が弱かったんだな。俺は、S 先生の家?寺でもあるが、に着くとふっと軽くなった気がした。何か起きたっていうよりは俺が勝手に安心したって方が正しいだろうな。門をくぐり、石畳が敷かれた細い道を抜けると初老の男性が迎え入れてくれた。そういえば S 先生の家にはいつもお客さんがいたような気がする。きっと、祖母のように通っている人が多いんだろう。奥に通され裏手の玄関から入り進んでいくと、10畳くらいの仏間がある。S 先生は俺の記憶の通り、仏像の前に敷かれた座布団の上に正座していて、ゆっくりと振り向いたんだ。下手な長崎弁を記憶に頼って格が見逃してな。祖母、D ちゃん、もうよかけんね。S 先生が見てくれなさるけん。S 先生、久しぶりねえ。ずいぶん立派になって。早いわねえ。祖母、S 先生、D ちゃんば大丈夫でしょかね。祖父、大丈夫って。そげんに歌かてまだ来たばかりやけん S 先生かてようわからんてさ。祖母、あんたさんは黙っときなさんてさ。もう私心配で心配で仕方なかってさ。なんでだろう。ただ S 先生の前に来ただけなのにそれまで慌てていた祖父母が落ち着いていた。それは両親にも、俺にも伝わってきて、深く息を吐いたら体から悪いものが出ていった気がした。両親はもう体力的にも精神的にも限界に近かったらしく。疲れちゃったやろ?あとは S 先生がよくしてくれるけん、隣ば行って休んでたらよか、と人懐こい祖父の言葉に甘えて隣の部屋へ、